今日は実は、はい、干場さんにぜひ相談したいことがあって、お呼びしたんですけど。何ですか、ちなみに。僕がやってるブリーダー、はい、このレベルですよね。ブリーダー、はい、なんかコスメにコスメちょっと進出したいなと思って。へえ。でコスメって言ったらピンときたのがやっぱ干場さんだったんですよね。そうなんですか。干場さんってすごいいろんな種類のものをお使いになったり、やっぱりそういうものにものすごいお詳しいじゃないですか。詳しいというかたまたまなんですけど、やっぱり雑誌の編集者だといろんなところのコスメのブランドだとか、はい、化粧品のメーカーとか、いろいろこう試供品が送られてくるんですよ。これ実際使ってみてどうですかとか、なんかそういうことが非常に多いんで、編集部にいると一応いろんなものは使ってみますね。でインスタとか見るといろんなものをお試しになってたり、あとなんか干場さんにお会いする時いつも違った香りがしたり。あ、本当ですか。だからやっぱり詳しいんだろうなと思って。詳しくなりますね。あれ詳しくなっちゃうんですね。なりますね。化粧品とかもう多分おそらく男の人ってそんなにあっちゃこっちゃ使えないと思うんですよ、はい、自分の父親とか見てても、なんか整髪料使ってたのとかずっと一緒でしたよね。はい、僕もずっと同じなんですよ。だからそこが男の人はこれだなってなるとそれを使い続けるのかなと思うんですね。だから武藤さんみたいなスタイルでいいと思いますし、逆にブリーダーでコスメ作るんだったら何ですかね、究極のこれさえあればいいみたいな。そうなんですよ。あったらむちゃくちゃ楽なのかなと思いますよね。なんかどんなこうなんていうんですか、ものを作りたいとかってあるんですか、イメージ的に。やっぱり一つで全てに対応できる、フェイスだったりこうボディだったり、はい、はい、全部に使えるマルチクリームっていうんですか、そういうのを作りたいなと思って、それでやはりブリーダーのお客様って40代50代の方が多いんで、はい、そういうのを作っていきたいなというふうに思ってたんですよ。そうなると、僕とか武藤さんだけのレベルの話じゃなくて、おそらく美容の専門家とか。そうですよね。まずそういうものができて、はい、でそこから香りもまた干場さん頼りなんですよ。僕一つ重要なキーワードとしてはやっぱり自分でもいいし、あとはなんか女子受けしやすい香りとか。それはねめちゃめちゃ大事ですよね。はい、なんかクリームとかじゃあ香水でもいいんですけど、つけててなんか女性にえって思われるの嫌ですもんね。そうですね、いい香りだよねって言われるっていうのは、多分ブリッラペル・イルグストのそのコンセプチュアルな部分って、その輝くっていうのが一つですよね。はい、でも輝くの中にはやっぱりちょっとセクシーとか、はい、モテるっていうキーワードもなんか内包されてるじゃないですか。もちろんですよ。だからそういう女性にもモテる、でも男性としてもすごく輝き続ける、そうですね。ぜひそういうのを作りたいですね。やっぱりいろいろ化粧品のブランドってたくさんあるじゃないですか。その中でせっかくその干場さんにご協力いただいて作るわけですから、なんかそれを選んでいただいて、それを使い続けていただきたいなっていうのも一つあるんですよ、僕の中に。30代40代50代の人たちすごい使い続けると。クリームもそうですし、もちろん香りもそうですし、パッケージ、あとはそのボトルだったり、その容器だったり、そういうものまで一から作っていきたいんで、ぜひ干場さんのお力をお借りしたいですね。なんかちょっと考えてみます。いろいろ。ぜひお願いします。よろしくお願いします。早速サンプルが出来上がったということで今日お邪魔したんですけど。はい。できましたよ。いい感じに。いろんな人に伺って、すごいいいものができました。こちらです。こちらです。なるほど。ちょっと早速使ってみたいんですが、今日もう一方いらっしゃるんですけど。はい。こちらがアイセルリープ様っていう会社なんですね。そこの加賀谷様、今日来ていただいてます。いろいろ質問していこうかなと思って。加賀谷様がなくしてはこれが出来上がらなかったという、いろいろ無茶なこと言ってすみません。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと早速これどっちがどういうあれなんですか。こっちのジャータイプがクリーム置いていくような感じで、これが例えばイタリアに出張に持ってったり、カバンの中にも入れていく、置けるような感じのもの。内容成分は一緒。内容成分は全く同じです。全く同じで、ジャータイプか、プッシュポンプタイプです。プッシュポンプタイプ。どっち使っても一緒ですか。どっち使っても同じです。いいですか、ちょっと、パッケージめちゃくちゃいいじゃないですか、これ。いや、正解でしたね。ね、めちゃくちゃいいですね。ここを引っかかせたの良かったですね。正解ですよ、かっこいいですもん。散々いろんなものを見てるんですけど、このタイプはないな。ちょっと使ってみようか。どこで使うと一番いいですか。まず今手の甲でお試しいただくといいと思います。めちゃくちゃ乾燥肌なんですよ、僕。ちょっと使ってみよう。あ、いい、すごいいい香り。香りも結構大事ですからね。かなりこだわったところになりますね。すごいしっとりする。これ使いました。使いましたよ。どうですか。肌なじみがいいっていうのが、ね、表現の仕方としてこうスーッて入っていくような感じ。いや、スーッと入りますね、はい、これ。しっとりする。そう、しっとりしてて非常に。うん、入ってく感じが伝わる。こっちもちょっと使ってみて。どうぞどうぞ、もちろん同じですけど。ちょっとたっぷり全身に使いたい場合は。たっぷりね、そうですよね。いや、でもいい香りですね。なんかビームス内でもいろいろこう試作品を作るにあたって、なんていうんですか、質疑応答じゃないんですけど、女性の方交えていろんな人と相談したじゃないですか。あれが生きてますね。うちのチームの男性スタッフにもいろいろ聞いたんですよ。で、その中でこれがいいっていうので、これしかないなと思って。それは大きいですよね。女性の意見もちゃんと組み入れられてるっていうところがね、ポイントですね。はい。どんな内容成分になるんですか、実際。そうですね、こちらただの保湿クリームというものではやはりなくて、まあ、今回の最大のポイントが、その主成分となる iPS 細胞の培養醸成器という成分が入ってるんですけれども、はい、化粧品に入っているのは細胞そのものではなくて、iPS 細胞が生み出した成分、それのことをこの iPS 細胞の培養醸成器というふうに呼んでいます。その成分をここに入れているっていうことがすごくまあ、珍しい化粧品というか、でも当社が初めてこの化粧品化したっていうOEM 工場ですので、すごく最近これはもう世に出たばっかりの化粧品なんです。それをビームスと組んでやっちゃうわけですか。もうまさにビームスさんのためにあると言っても過言ではないぐらいの。武藤さん、すごい人捕まえてきましたね。すごかったですよね。そもそも iPS 培養醸成器とは何なんですか。iPS 細胞培養醸成器、これの大元となっているものが iPS 細胞です。もう皆さんご存知のiPS 細胞なんですけれども、化粧品ってもう国の決まりで、化粧品そのものに細胞を入れてはいけないんですね。そうなんです。細胞が入っていない代わりに何が入っているのかというと、細胞が作った成分が入っているんです。で、この図の上の側ですね。今ですね、下の方に iPS 細胞がいて、沈んでますね。沈んでます。そうです。下の層の上に液体が乗ってるんですけど、この液体が細胞を育てるための栄養剤なんです。この状態で暖かいところに入れておいておくと、この iPS 細胞が元気になって、こうたくさんの成分を作り始めて、このもともとグレーだった液体のところにいろんな成分を分泌して入れていくことになるんです。で、これがどん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 作りますから、ここにたくさん溜まっていって、ここにスキンケア成分が濃密に溜まっていくわけなんですよね。なんかお茶？あ、そうですよね。食べ物で例えるとちょっとお茶を入れるみたいなプロセスに近いかもしれないんです。コーヒーとか紅茶とか、そのもともと成分を持ってますよっていうこう葉っぱとかがありまして、じゃあお茶っ葉でいうとこの iPS 細胞が例えて言うならまあお茶っ葉なんですね。で、お茶の中でももう最上級最高品質のお茶っ葉、玉露みたいなっていう、その世界の中で一番いいお茶かもしれません。このブリーダ・デュピューのマルチクリームに入っている iPS 細胞の培養液はそういった本当にいい細胞からできているわけなんですけれども。お茶っ葉を入れてるわけじゃないんですね。お茶っ葉入れてないんです。お茶っ葉で出たお茶ですね。その通りです。成分が、まあ、色がお茶でいうと濃くなっていくじゃないですか。で、緑にどんどんなっていくかのごとく、こう成分がこれまあ生きてるので、お茶っ葉と違って細胞は生きてるわけなんですけれども、さらにこう生きてるからどんどんこう作っていくんですよね。で、そういったものが、濃く溜まってまあ美味しいですねという状態になってるものが、まあ、出来上がりと、これ化粧品原料で。なるほど。はい。濃さっていうことはどうなんですか。濃さですね。まあこのどれぐらい濃いのか、それいいご質問なんですけれども、もともとの iPS 細胞がどういう品質のものなのかによって、この出来上がってくるいわばお茶みたいなものの濃さが全然変わるじゃないですか。薄いものもありますもんね。ありますよね。うん、これが本当に濃密な培養浄成器を作るためには大元の iPS 細胞がそういう品質のものでなければできないんです。めちゃめちゃいい濃いのが出来上がったという。めちゃめちゃいい濃い。そうです。でこの iPS 細胞も、そもそもどこにでも売ってないですし、誰にでも作れるものではない、本当に科学の結晶と言われるようなああいった賞を取るようなものですので、一番いいと言いますか、お茶で例えて言うなら、玉露の最上質のものっていうところを作れる、独自技術を持っておりますので、この iPS 細胞がある。お茶に先ほど例えられてましたけど、iPS 細胞をお茶と例えてお茶を入れて、そこからお茶ができるじゃないですか。それがこの浄成液なんですね。そうですね。それの濃いお茶ですね。出たものなんですね。出たものです。そうですそうです。iPS 細胞から出てきたものがここに入ってるわけですね。細胞そのものをお肌に塗っても、もしかしたらあまりいいことないかもしれないんですね。大切なのはここの濃い部分に入っている。溶けてる成分の方になりますので、より良いということですね。そうです。その液体をお肌に塗ることで、そのスキンケア効果というところ、今回マルチクリームですので、特に乾燥したお肌に塗っていただくと、すごく保湿感も感じていただけると思います。めちゃくちゃ今もうすごくしっとりしました。ですよね。ツヤ感が左右で比べていただくと違って見えるかもしれないなんていう方は多くいらっしゃいますね。確かに。本当に日焼け後の保湿ケアに使っていただいたりっていうことで、艶やかなお肌に仕上げてくれるという成分なんです。何万円もするお茶みたいなもんですね。その通りですね。iPS 細胞の培養浄成器、保湿成分、ハリ成分、ツヤを与える成分ということで、乾燥による気になるところがつるんと見えるっていうことで、ツヤ感のあるお肌の若々しい印象。ブリーダーのターゲットってどのぐらいですかね。30代もいらっしゃいますよね。結構いますけども、30代、40代、50代、60代、70代。その辺は幅広いんですよね。じゃあそこにはぴったりっていう。まさにぴったり。ぴったりだと思います。で僕なんかも今クリームみたいなの、フェイスクリームみたいなの使ってるんですけど、ちょっと使い始めるのが遅かったような気がするんですよ。昔の写真見て、ちょっとくすみだとかが出てるんですけど、その時はそんなまだ気づかなくて、やっぱり僕今も50代後半になってきて、そうするとやっぱりいろんな肌とか、体もそうですけど、若いうちからケアしておけばよかったなって最近よく思うんですよね。ということは、じゃあ今からやったらいいかもしれないですよね。今からでも使いたいですね。ということは若い方が使えばもっともっといいってことですか。そうですね。予防といいますか、これからのお肌を保湿感を守っていくという意味では、早く始めるに越したことはやはりないですね。特にゴルフですとか、アウトドアのアクティビティが好きな方なんかもたくさんお客様にいらっしゃると思うんですけれども、昔はじゃあ紫外線対策しましょうなんて言われてこなかったじゃないですか。言われてないですね。確かに。はい。でそういったところからもやはり乾燥の蓄積っていうのはしていきますので、それを1日ごとにリセットしてあげる。おすすめはやはり1日外で活動した、屋内にいても乾燥って今すごくエアコンでも進んだりしますけれども、そういうやはり肌が過酷な環境にさらされている日の、朝塗るとそこを少しでも保湿感を1日保ってくれるというようなことも期待できますし、そこから1日浴びてしまった紫外線による乾燥をこちらでまたリセットしていくっていうようなことで、お風呂に入った後に全身ケアをしていただくっていうのがすごくいい伝え方だと思います。結構女性って割とたっぷり使うじゃないですか。やっぱたっぷり使った方がいいんですか。そうですね。足りないよりはたっぷり使った方がいいかなとも思うんですけれども、たっぷり使いすぎてベタベタ残るぐらいっていうのは結局浸透はしてませんので、ご自身の肌に馴染んだなと思う量で十分なんですね。やっぱりあれなんですね。ちょっと多めに使った方がいいんですね。たっぷり手に取って。そうですね。ついついケチってしまうので使い方のポイントはどうすればいいんですか。これはもうこれだけでいいんですか。このマルチクリーム1個だけでもスキンケアが完成されるようなテクスチャーで作られているので、迷ったらまずこれを1つもうこれだけで大丈夫ですということで。じゃあ例えばシャワー浴びるじゃないですか。はい。そしたらもう出てきたらもうバーって言ってバーって塗れば。拭いていただいたらもうそのままバーっと塗っていただければ終了ですね。使う部分も顔だけじゃなくて体全身。はいはい、まあお顔だけのケアの日があってもいいですし、うん、ちょっと全身塗ろうかなという日は全身も塗っていただいていいと思いますので。なるほど。でも今使い始めてベタベタしないですね。そうですね。全然ベタベタしない。これビームスさんと開発していく中でもすごくこだわったポイントの一つですけれども、うん、まあ男性女性問わずやはりクリームの一番の宿敵といいますか、うん、嫌だって言われるのはベタつきなんですね。うん、なのでどうやったらそのクリームのベタつき感をなくして、うん、かつ保湿感は十分感じられるようにするのかというのが開発メーカーのチャレンジです。そこで使用感をさっぱりに寄せすぎると今度リッチ感がなくなっていくとか、やや物足りない感じがする。なるほどね。保湿が続かないっていうようなことがあるので、まあ、そういった中でもすごく試作品も何個も作ってお試しいただいたと思うんですけども、うん、まあそういうさまざまなこうものを作ってみてちょうどいいバランスはここだということで、うん、今、はい、さっぱり感と、まあ、リッチ感が両立しているというのが今このブリーダー・デュピューのマルチクリームです。そうですね、はい、確かになんか自分たちで企画したんですけどすごいいいものができましたね。めちゃくちゃいいのできましたね。はい。使っていただいてだと思うんで、いいものをいろんな人にブリーダー・デュピューだったら使っていただいて、やっぱりその良さを分かっていただいて、なるほど、まあ継続的に使っていただけると、うん、まあ僕らとしては嬉しいじゃないですか。うん、それのお手伝いをしていただいていると。なるほどね。またすごいいいのができましたね。なんか素晴らしい方に知り合えて本当に良かったですよ。こちらこそ。はい、これ100グラムでどのぐらい持つんですか？まあ一応1ヶ月っていうまあ設定ですので、ある程度お顔以外の全身に使っていただいて、うん、まあそれぐらいなんですけれども、まあどれぐらいの量を使うか次第なので、こうしなきゃいけないですよっていうルールは特にないというところですね。小島さん、よかったらこれ1ヶ月使ってみてくださいよ。お持ち帰りいただいて。あ、本当ですか？ええ、はい、それでまた次の時に感想を聞かせてくださいよ。朝夜がいいんですよね。朝夜が一番いいです。朝夜でシャワー後、はい、お風呂後とか。シャワー後、やってみよう。はい、じゃあちょっと使わせていただきます。ぜひ、はい、使ってみてください。1ヶ月間、うん、結構使ったんですよ。使っていただきましたが、めちゃめちゃ良かったですね。うん、はい。なんていうんですか、香りも本当に邪魔にならないし、なんていうんですかね、ラグジュアリー感がありました。あ、本当ですか。だからなんかこう使い続けてて気持ちよかったですね。 はい、あとはやっぱこうマルチに使える、もうなんか男の人ってあれもこれも使うの苦手じゃないですか、うん、多分武藤さんもそうだと思うんですけど、はい、僕も割とそうで、これって決めたらもうこれだけに専念したいって感じだったんで、うん、結構集中して使わせてもらいました。ありがとうございます。すごい良かったですね。これでも干場さんにそう言っていただけるともう鬼に金棒ですね。やっぱりこの間の、うん、加賀谷さんでしたっけ、はい、方の説明でぐっと入ってきて、うん、あ、なるほどねみたいな、うん、あれがすごい、ああいう方と組めたっていうのはすごい大きいと思いますけどね。すごいラッキーでしたよね。やっぱりアイセルレイプ様にもビームスっていう企業を気に入っていただいたということは非常に大きかったと思うんですよ。うん、やはり普通だったらやっぱ大手の化粧品メーカーさんとかと組むじゃないですか。はいはい、まあ、通常の流れですとそうですよね。はい、そうじゃなくてっていうところで、うん、でもあれだけすごいお話をしてくださるところと組めたっていうところが今回の価値なんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。はい、あ、というかいつから売るんですか？いや、もうビームスの、はい、ドレスの、はい、ですからビームス F やブリーダーを扱っているドレスの店舗、はい、あとはビームスの EC サイトではもう発売してるんですよ。はい、あ、そうなんですね。はい、じゃあもう皆さん買えるということなんですが、うん、これって、はい、僕がやってるミニマルワードローブのサイトとかでも、なんか販売させていただくことってできるんですか？もちろんですよ。マジですか？だって干場さんと一緒に開発したものじゃないですか。いや、でもビームスのものって扱えるってないので今まで、はい、それはめちゃめちゃ嬉しいですけど、ね、もちろん扱ってください。あ、じゃあぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで皆さん買えるようになりましたんで、今、はい、武藤さんに確約をいただきましたんで。確約しました。はい、ぜひお楽しみにということで。うん、こっちは、まあ家に置いとくよう、はい、100グラムですかね。はい、で30グラムの方は、はい、まあ携帯用として、ポーチ入れといて使うのがいいんじゃないかなという。そうですね。はい。はい、ということで武藤さん、いろいろありがとうございました。結構長くかかりましたけどありがとうございました。本当に。いやいや、よっとできましたね。でもね。素晴らしいものができました。本当に。良かったです。こちらこそありがとうございました。やっぱり干場さんにお願いして良かったです。いや、とんでもないです。すみませんいつも。はい。ありがとうございます。武藤さん、またじゃあスーツ作りに行きます。ぜひお願いします。ということで、この辺でまた皆さんお会いしましょう。